はい、どうも、こんにちは。はまちゃんです。はい、えっ、ー、とですね、今日は楽しい写真の見方についてお話ししてみたいと思います。えー、昨日かな、えー、写真集のレビューっていうのをやったんですけれども、えー 写真の見方、写真集の見方がわかんないんだよねっていう話が、えー、ありまして、えー、とりあえずね、えー、今の段階で、えー、楽しい写真の見方というタイトルで、えー、写真の見方の何て言うんですかね、あのーまあ、方針というか、あのー、そういったことをちょっと話してみたいと思います。では行きましょう。まずその1、あ、ごめんなさい。えー、先に見出しです。よいしょ。えー、見出し3つ。 えー、その1見る人には自由があるその2技術的思考と記録的思考その3いい写真とは何か、えー、これに沿ってねお話ししていきますそれでは行きまーす、えー、その1、えー、見る人には自由がある、えー、人が作品を見るとき作品は作者の手を離れ自由に解釈される、えー、っていうことなんですけれども えー、これどういうことかっていうと、あのー、写真を見る時に、あのー、作者の意図とか、あのー、そういったこととかですねあと、まあ、構図がこうでこうだからっていう、まあ、そういう要素もあるんですけど、あのーまあ、作品を見るときに、うんまあ、作品写真を見るときに、えー、こちら側が何見る側がまあ何を感じるか。 っていうことが、えー、一番重要であって、何を言おうとしているかっていうのは、まあそれのまあ、補助的な部分になると言ったらいいんですかね。あのー、まあ、ざっくり言うと、もう写真を見るときはもう自由に見ちゃおうぜっていうお話でございます。はい、どんどん行きます。えー、技術的思考と記録的思考。えー、これは写真の見方のまあ、注目の仕方の話になるんですけれども。 えー、技術的思考っていうと、まあ、写真を撮る人、まあ、カメラをやる人っていう人たちにはまあおなじみの例えば構図ですとか、えー、光のとかまあ雰囲気の話ですねあとはピントがどこに来ているのかあのどこを見据えようとしていてそのさらにはボケ感がまあ,あるのかないのかっていうような話が技術的思考と、えーまあ、これは私が呼んでいるだけなんですが、えー、もう一個。 これも僕が言ってるだけなんですけどあの先日は作家的思考とかって言ってたんですけどちょっと言い方を変えて、えー、記録的思考といいう言い方にししてみました、えー、記録的思考とは、えー、そのものズバリそこに何が映っているのかということを見ていこうという注目の仕方になります。そこに何が映っているのか っていうのをですね、まあ、写真で考えていくと、えーまあ、写真が記録だよっていうものの見方をすると、えー、写真はかつてそれがあったという現実を表してるっていうのが、えー、これはどっかで見たんですけど <laughs>、あのーまあ、そういうことが言えるんだそうです。ま,あ、まさにまあその通りですよねあの記録っって言ったら あのそういうことがあったのを取ったんだよっていうことなんで、えーまあ、その通りっていうことなんですがじゃあですねはい、えー、そこに何が映っているのかを考えた時に、えー、どういうことが起きるかっていうとあの、まあ、自分がが考えるるってていううことと生まれてくると思うんですよねなんでそれを取ったんだろうとかえと、ー、か。 これ撮っ,たのは何撮ってここを見せてきてるのは何を伝えたいんだろうとかあとはあこれってな何かに見えるなみたいなあの本当はあの写ってるのは例えばイカとかなんだけど <laughs> 魚介類とかですねあの魚の魚じゃないけど、まあ、魚介類のイカが例えば写ってたとしてその足の部分によって行ったらまあそれがなんか車に見えたとか。 あの何かに見えるっていうのもあのなんて言うんでしょう自分がこう考えて感じるっていうものの一つなので、えー、そこに何が映っているのかっていうのを、えー、注目して見ていくと、まあ、自分の中にあのなんて言うんでしょう技術的でないあの何か思考が生まれるっていうのが、まあ、ありますっていうことでございます。 えー、次いきます。で、えー、もう項目の第3になるんですけども、えー、またここで考えます。いい写真とは何か。えーね、この前言ったんですけど、えー、答えは自分がいいと思う写真っていう、まあ、ごくシンプルなことかなと思います。で、これを噛み砕いていきたいと思うんですけれども、はい。えー、自分がいいと思う。 っていうふうに、えー、解釈していくと、えー、例えば「綺、え、麗、ー、だと思う」とか、えー「かっこいいと思う」とか「すごいと思う」とか「これは面白いと思う」とかあのー、まあ、そういう気持ちというかそういう解釈が、えーまあ、まあ多いかなと思うんですけど、まあ、これはあいいい 簡単にこう言ってみると、まあ、共感できるっていうことなのかなと思いました。で、えー、さっきですね記録的思考の話をした時に、まあ、あの思考が生まれるねっていう話をしたんですけれども、えー、そういう思考が生まれるいいっていうのが、えー、自分なりの解釈ができるさっき言ったあの何々に見えるとかですねあとは、えー まあ想像させられるの部分がそうなんですかね、えー、自分なりの解釈ができる撮った理由がわかる、えー、想像させられる、えー、何で撮ったんだろうとか、えー、何を伝えたいんだろうとか何々に見えるとか、えー、そういった思考が生まれるものっていうのは例えば写真がその全てを説明してしまっていたら、まあ、あのそのものズバリでしかなくなってしまうんですよね。 まあ説明写真的な形に寄ってってしまうんですけれどもこれにえ解釈の余地と呼えるような例えば何かに見えちゃうでもその見た人によってその見え方が変わっちゃうとかその感じ方の自由さがあるとかあの全然具体的な例の写真を出してないんですごい漠然としてるんですけどえとにかくまああの全てを完璧に説明したり分からせるようなことではなくて何か想像させられるような要素っていうのも あの一ついいいんじゃないかなかとこの下の2つはあの、まあ、分かってもらえる方もいれば「何それ?」っていう人もいると思うんですけど「綺麗ならいいじゃん」と思ってる方もいると思うんですけど、えー、僕なりに考えるうー、まあ、自分がいいと思うっていうか「僕がいいと思う」になっちゃってますけどねこの2つに関しては下の2つに関しては「まあ、僕がいいと思う」っていうところですかね。 解釈の余地があるっていうことがあのいい写真の要素になるんじゃないかなと、えー、思います。で、じゃあ解釈の余地があると、えー、何が起こるのっていうのが、えー、価値観の変革を促すっていうことになるんですけど、まあその何のこっちゃっていう話なんですがこちら。 えー、価値観の変革とは、えー、思考を進化させ価値観の変革を体験することで人間的に成長できるよっていうことなんですがこれ価値観の変革って言われてもっていうのはあるんですけど、あのー、自分の考え方とかあとは何か気づいて、えー、こう新しいことを知って 考え方が変わる体験みたいなことを言いたいんですけどあのこの話はちょっとまたあの別の折にですねあのまた改めてお話しさせていただきたいと思うんですけども結構あのアートのお話とかいろいろ絡んでくることなのでまたもうちょっと勉強してですねあのまとめてお話ししたいと思うんですけれども、まあ、あの解釈の余地から生まれる、えー、自分の,その思考が、えー、最終的には自分の中の価値観 の変化につながっていって、えー、っていう,う段階ですねでその先に人間的に成長できるんじゃないっていうのが、えー、僕の解釈でございますはい、えー、最後終わりなんですけれども、えー、楽しい写真の見方、えー、そこに何が写っているのかそれが何なのかを自分なりに考える まあ結論的にはすごくシンプルにそういうことになってくるんですけれども、あのー、写真の見方の話で、えー、まあ写真のこと、カメラのことがわからないから写真の見方もわからないとか、あとは、そうですね、まあ、構図とか光、そのライティングの話とか、ピントとかっていうのは、あのー、先に何かを言いたくてそれを表すためのまあツールであって、うん えーまあ、そっちが優先されるべきものではないと一番重要なのはまず何をそうですね見る今回は見る方なんであれなんですけど見る方としては、えー、何がそこにあるのかっていうのをまず見るまあ撮る側の視点で言えば、まあ、何を見せたいかを持って撮るっていうような感じですかね。 うんそういうふうに、えー、なんでしょうなんか難しく考えるよりは、まあ、すごい難しく言ってる感じもするんですけど難しく考えるよりは、えー、自分のその楽しみ方っていうのを、あのー、見つけてもらって、まあ、自由に楽しんでいいんだよっていうのがまず第一とあと写真的にその要素として重要なのは、まあ、一番あは」 そこに何が映っているのかっていうことが大事なんだよっていうことをまあお伝えしたいなと思ってえ今回このえ収録をねえやってみましたえというわけでえ本日はここで以上になりますえいろんなツッコミやえまあご指摘とかですねあと感想とかぜひコメントでえお待ちしてますのでよろしくお願いします最後までご視聴いただきましてありがとうございましたそれではまたお会いしましょうさようなら